1977年、国鉄地北線時代のアショロ駅と、周囲 1.5km×1km 範囲。上が、北見方面。千鳥式相対ホーム2面2線。駅舎横の池田側に、貨物ホームと引き込み線。駅裏側に副本線と2本の留置線を有する。留置線からは、 駅北側にあるいくつかの木工所前へ引き込み線が伸びている。駅表の北側にはアシュロエーリン所管轄のストックヤードがあり、かつては北側の踏切あたりからカーブを描いてヤード中央へ専用線が伸びていた。この写真ではその後は道の汚れ具合やかすかな土の変色などで推測できるだけである。このヤードへは かつて大正12年から昭和35年まで、アショロ森林鉄道が接続しており、都市別川の支流のアショロ川上流やその支流の稲牛川上流などから木材を搬入していた。軌道は、ヤードの外周から、ヤード右下に見える軌道跡の小道上を走り、国道へ曲がらずにそのまま、都市別川を溶かして右上向きを変えて上アショロへ向かっていた。 川の中央に当時の鉄橋の橋脚が残されている。また、木材だけでなく、昭和27年から昭和37年頃まで、メアカン岳山頂近くの洋鉱山から採掘された、鉱石が、作動で、モアショロの精錬所へ運ばれた後、トラック輸送によって製品が駅へ運搬されていた。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成アショロ駅は、北海道アショロ郡アショロ町北一条一丁目に、あった、北海道地方高原鉄道ふるさと銀河線の駅で、ある。アショロ町の代表駅であった。地上駅。廃止時は、相対式ホーム2名2線を有した。廃止時まで、社員配置駅であった。末期には、窓口は、 平日の7時50分から16時15分まで営業していたが、廃止前1ヶ月程度の期間は土日祝も営業していた。ふるさと銀河線乗車券、回数券、定期券のほか、北海道旅客鉄道管内の普通乗車券、特急券、指定席券も取り扱っており、これらについては補充券による発行が行われていた。末期には、 改札業務は行われていなかった。その他駅舎には、トカチバス案内所、売店があった9月30日で営業終了。そのため2005年9月まで、地方高原鉄道、トカチバス、宅食バス、道の駅切符と4種類の切符が買える駅だった。2> 駅2階には、地元出身の松山千春のギャラリーが設けられている。ほか、駅前には、 ヒット曲、大空と大地の中でが流れ、本人の筆跡で書かれた歌詞と、肖像画がデザインされた歌詞が設置されている。アイヌ語のエショロペツから、鉄道駅としての役割は終わったが、駅舎は、改築時から、複合施設とされており、道の駅やショロギンガホール21を呼びトカチバス、アショロ案内所として、廃駅の後も使われている。トカチバス案内所は、 アシュロ駅事務室に移され、NPO 法人アシュロ観光協会が乗車券発売業務を受託し、貢券乗車券を引き続き発売している。駅舎周りは線路撤去後に駐車場の拡張など道の駅関連の再整備が行われた。駅舎内のホーム部分とレールは一部をモニュメントとして残したほか、食堂、売店の拡張に充てられた。駅舎を出て、 正面やや南側にあったバス乗り場は、旧線路跡北側に復元された、旧駅舎を模した建物前に移された。阿蘇路町の中心地であり、商店等が多くある。駅前交差点の信号機には、現在も、阿蘇路駅と表示されている。JR 北海道当時の阿蘇路駅あたり駅構内、95年の旅終着駅銀河線北見に、最終列車。 北海道新聞。AB1948 年撮影航空写真 USA、R263 から14アショロ調子 AB、支点急銀河線アショロ駅舎の周辺整備、問題情報公開、共有徹底を議論の入り口で、初耳連発噛み合わぬ、超、検討医。北海道新聞。 h t t p t o w n a s h o r o h o k k a i d o j p 2 0<ッ>1 4<ッ>1 1 1 1 1 1 h t m l 関東1910年9月17日鉄道院、国時代81号 AB、日本一広い町を、一望地北高原鉄道アショロ駅にタワー。交通新聞。 p さん、アショロギンガホール21町内2カ所目道の駅に登録道内市町村ではハツラワンブキソフトクリーム新登場。北海道新聞。館内外用帯広江林局昭和23年5月発行。ありがとうございます。